糸満市摩文仁の平和祈念堂では、およそ4年ぶりとなる子ども琉球芸能奉納が行われました。子どもたちの健やかな成長を願うとともに、戦争の悲惨さや命の尊さを知ってもらおうと開催されたもので、県内各地で琉球芸能を学ぶ子どもたちや、県立芸術大学の学生ら合わせて74人が参加しました。華やかな琉球舞踊や古典音楽のほか、迫力ある空手演舞が奉納され、会場では大きな拍手が響き渡っていました。